尾形光輪、尾形光輪、尾形光輪、万事元年、1658年京宝元年6月2日、1716年7月20日は、江戸時代の画家、工芸家。尾形光輪は、江戸時代中期を代表する画家の一人である。主に、京都の裕な町衆を顧客とし、王朝時代の古典を学びつつ、明快で装飾的な作品を残した。 その非凡な衣装感覚は、降臨模様という言葉を生み、現代に至るまで日本の絵画、工芸、衣装などに与えた影響は大きい。画風は大和絵風を基調にしつつ、晩年には水墨画の作品もある。大画面の屏風のほか、光包、洗面、内輪などの商品も手掛け、手書きの小袖、巻絵などの作品もある。また、実の大型山の作った陶器に、 光輪が絵付けをするなど、その制作活動は多岐にわたっている。光輪は、万治元年、1658年、京都の幸福省、仮金屋の当主、小形隆史県の次男として生まれた。光輪30歳の時、父、宗賢が死去し、光輪の兄が家督を継いだ。その頃、仮金屋の経営は破綻していたが、生来遊び人であった光輪は遊興三昧の日々を送って、 相続した、莫大な財産を、湯水のように使い果たし、弟の尾形健山からも借金するような、ありさまであった。放らで、無責任な性格ながら、貴族的、高等的まだ都会的な芸術家としてのプライドは、生涯忘れずにいた。40代になってが、行に身を入れ始めたのは、経済的困窮と、恋人たちや妻への見えが一因であったと、考えられている。 携帯による音楽を明確に意識した大画面の装飾的な屏風絵を得意とし、長者な水墨画まで作風は多彩だが、どの作品にも都市的な感覚と衣装が溢れている。近代の富岡鉄斎のように絵を描ける平面であれば紙、絹、板、着物、硯箱、焼き物など、何でも自身の良分であると考えいたようであり。 彼独特の雅かつ明快なセンスが発揮されたものが多く残されいる。弟の賢山も兄は何を描いてもそれが即模様になっているところが、波の絵師とは違っていて、人清と光輪が自分の死であると書き残している。小型家の祖先伊春は、足利義明に仕える上級武士であったと言われるが、正確なところはわからない。伊春の子、小型道家氏は、 光林の祖祖父の第二染職業を始めたという。道柏の夫人は、本阿弥光悦の姉であり、光悦と光林は、遠い隕石関係にあることになる。道柏の子、宗伯は、光悦流の書をよくする、風流人であった。五福章狩金屋は、慶長年間には、高大院、淀ド殿、徳川家康、徳川秀忠及び、 道夫人の絵など東大一流の人物を顧客としていたが、宗博の時代には、東福門院、徳川秀忠娘、ご水のお天皇中宮ののようを務めるようになった。宗博の抜子で仮金屋の後継ぎとなったのが、光林、剣山兄弟の父である、尾形宗剣、1621年から1687年、だった。この宗剣も、光越流の書をよくし、 絵も描くというた趣味な人物だった。光ムは、創建の次男として、万事元年、1658年に生まれた。創建の38歳の時の子である。署名を、これとみ、通称を一の章と言った。5歳下の弟、県大らが後に、画家、陶芸家として知られるようになる健山である。当時のファッションの先端だった。 ご福祉に生まれた光林は当然のようにそこからデザインの影響を大きく受けており、少年時代から農学、茶道、書道、日中の古典文学などに親しんだこともよく知られている。絵はもともとは趣味として仮の葉の流れを組む山本祖剣に指示したとされるが、その時期等は詳しくわかっていない。剣山によれば光林は絵にこそ自分の天文があるといつも言っていたという。 カリガネ屋の経営は年間五千両以上も発注し最大の得意先だった東福門院の宝魚、遠方六年六百七十八年を機に傾きつつあった。また、米を担保に大名に金子を融資する大名が使用を行って、その多くが貸しで売になったこともカリガネ屋の経営悪化に拍車をかけた。こうした中で、コー三十歳の状況を四年、 1687年、創建が死去し借り金屋はあり、藤三郎が継いだが、光林が家業に傾注したのは、このような家業の経営難で激減した収入を得て、補うという面が大きかった。追い詰められるところまで追い詰められた後の最後の選択肢として、絵の道を志したわけであ。光林は30歳大前半に光林と改名。光林の名が、 資料上確認できるのは35歳の元六5年、1692年が初見である。44歳の元六14年、1701年には、北京の位を得ている。北京は本来は構想に得られる創意の一つだが、後に絵師、仏師などにも与えられるようになった。公林の作品には、制作年代を確定できるものは少ないが、多くの作品に、 北京降臨の落款が見られることから、彼が本格的な絵画を制作したのは、北京医を得た44歳、以後、59歳で没するまでの十数年間だと推定されている。降臨の代表作の一つ、書きばたず屏風は彼の作品中、比較的初期ものとされている。この屏風には、北京降臨の落款があるが、 北京の二次は別人による書き入れとする説が有力で、この説に従えば、書き翼図は、公林の北京位受領以前の作品となる。公林は、公家、大名、役人など、多くのパトロンを持っていた。豪設家の一つ、二条家への当主で、摂政、関白を務めた二条公平の屋敷にはたびたび、出入りしていることが記録からわかり、前述の北京位が与えられたのも、 綱平の水居によるところが大きかったと推測されている。また、京都の銀座、貨幣中蔵所の役人で裕福であった中村倉之助、1669年から1730年とも信仰があり、光林は倉之助の肖像が原尊山和文化館修造を描いている。光林は中村倉之助の娘を引き取って数年間養育し、 その娘は後に光林の息子と結婚するなど、光林と倉之助の関係は、単なるパトロン、援助者という以上のものがあったようである。紅白梅図屏風の性的な解釈で有名な小林太一郎は、光林と、剣山、世界の人間像第七巻、角川書店の中で、倉之助が光林の愛人たることはこうも疑う余地がないと断定的に推測した。光林は、 江戸詰めとなった中村倉之助を頼り、法永元年1704年頃、江戸へ下った。この頃の降臨は相変わらず、経済的には、貧窮していたようである。江戸では、姫路藩主、堺家から淵を得、また、津軽家や豪商の三井や、住友や、富行家、江戸深川の豪商などともつながりがあった。現存する、 冬木こそで東京国立博物館修造は、光林が手書きで秋草文様を描いた小袖で冬木家に伝来したものであり、紅白梅図屏風 MOA 美術館修造は津軽家に伝来したものである。光林は5年ほど江戸に滞在した後、宝永6年1709年に京都へ戻っている。正乗元年1711年には、 京都の新町通り2条下がる二条城の東方に新居を構え、ここで制作した。この屋敷については建築当時の図面等の資料が残されており、静岡県熱海市の MOA 美術館構内に高輪屋敷として復元されている。高輪の代表作の一つである紅れない白梅図、屏風は晩年の作とされ、この屋敷の2階の画質で描かれたと推定される。 死の三年前の聖徳三年、1713年には、長男のことぶき一郎に宛てて、今日の遺言書に相当する書を書いているが、その文中に高林は、相極無たる家業もこれ向くと書いている。このことから、高林が家業を家業とみなしておらず、しっかりした家業がないため、息子のことぶき一郎をたけ、養子に出す決心をしたことがわかる。高林の長男、 ことぶ一郎の養子先の小西家には、公林及び仮金屋に関する文書、資料がまとまって保管されていた。これらは、小型公林関係資料として、重要文化財に指定されている、大阪市立美館と京都国立博物館に分かれて、所蔵。この中には、公林の父、創建の遺書、公林本人の遺書などの文書類のほか、超重写生長などの公林の社生長、学校。 衣装図暗集などが多数含まれており、光輪の生涯及び作品を研究する上で貴重な資料である。画工の中には光輪の作品としては唯一のものとされる美人図が含まれる。光輪の作品には制作年代のはっきりわかる作品は少なく、画風や画面に押されている印象などから制作年が推定されている。光輪と並び称される。 タワラやソ達は、生没年未生の人物で、直接的な指定関係はない。しかし、コ輪の絵には、風神大神図、ズ、マキカエのように、総達の原画に基づいて描かれたものがあることから、コ輪がソ達に学ぶ、意識のあったことは、間違いない。ただ、コ輪の作品には、ソ達工房や胸ゆ工房など、ソ達亜流の作品からの影響が強いことは、留意する必要がある。 また、江戸下校時代は、雪村の絵に感銘を受けたらしく、模写した作品が何点か残っている。くれない白梅図、屏風の金字、金色の背景について、2003年から翌年に、かけての東京文化財研究所の傾向、X 線による調査の結果、金箔を貼ったものではなく、金霊、金粉を二皮で溶いた絵の具を使って描き、金箔の継ぎ目、 白足をわざわざ描き出していた可能性が指摘された。一方、2010年の MOA 美術館の発表によれば、X 線解説法による再調査により、やはり金箔を張ったものという調査結果が出たとしており、本病部の制作技法については、なお議論が続いている。中央の皮は銀時に金泥を塗った上に硫黄をまぶして、 銀を黒く変色させるという技法を使っている。また、現在は、白梅と認識されている梅は本来は、桃色であったが、有機染料で描いたために退色してしまっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。